サウンディングポイントですね。この場所ここにするかここにするかっていうのと、あと弓のスピード、それから圧力とか、そういうので音色を変えるっていうことができるので、ぜひね研究してもらいたいですね。まずはメゾフォルテの場所を弾けるように毎日の基礎練習でやるんですよ。こんにちは、川瀬彩子です。このチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日は弦と弓の接点、サウンディングポイントについてお話をしますね。前回はどうして弓が震えるのっていう内容で動画をアップしたんですが、そこにいただいたご質問があったので今日それについてお答えをしますね。いただいたご質問なんですが、カミーユさんってフランス読みなんですかね、カミーユさんかな。いつも同様とても分かりやすかったです。動画の中で右手左手は見ない方が良いというご説明があったのですが、見るとしたらどこを見たら一番良いでしょうか。楽譜と弦と弓の接点でしょうか。教えていただけましたら幸いですっていうご質問があったんですね。で、この弓と弦の接点なんですよね。この弓と弦の接点ってサウンディングポイントっていうんですけれども、私の答えとしては楽器を凝視するのではなくて、楽譜を見て、そしてこれから弾く予定のものを見ながら、でも時々弓と弦の接点はチェックするですね。まあ一番いいのはね、弾きながら、あ今どの辺かなっていうのがだんだん感覚で分かるのが一番いいんですけど、でもまあ目で見て確認することもありますね。オーケストラの楽譜なんかでは指定があって、ここのコマの近くを弾きなさいよっていう指定があったり、逆にスルタスト指板の近くを弾きなさいよっていう指定があったりします。そういう時はもちろんチェックするんですね。まあ弾きながら自分がいつもどこ弾いてるかっていうのは見るのは全然構わないんですよ。それを見ちゃいけないって言ってるわけじゃないんですね。私が見ちゃいけないっていうのは、この弾いてから右手をこう追いかけるように、この覗き込むようにこっちを見るのはもう遅いんですよ。この手を見ながら弾くのは意味がないというか、感覚がないっていうのを自分で言ってるようなものですからね。だから見るんではなくて、感覚を養うのが大事っていうのを私は前回の動画で言いたかったんですよ。なので右手の基礎練習を毎日やってねっていうことを最後には言ってたんですけれど、でそれで話を戻して、このサウンディングポイントを、いわば見ながら弾くっていうことではないんだけど、時々見てチェックはするってことですね。で例えば弓ってこの駒の近くをね弾いたら遅いとなるんだけど、早いとスカスカでならない。で逆に駒から遠く指板寄りのところを遅いとならないんだけど、早いとなるんですよ。っていうことでね、音色を変えることができるんですね。力強い音を弾きたいときは駒より、柔らかく弾きたいときは指板よりっていう法則があるんですけど、それに対して弓のスピードを変えたりすることで音色が変えられるわけですよ。なんか組み合わせは結構たくさんあるんですけれど、真ん中を弾くっていうのももちろんある。で、大体の方がね、弓とこの弦を直角に交じらわせてまっすぐに弾きなさいと習ってると思うんですよ、こういう感じで。けど、以前にもお話ししたことあったかな？弓ってね、どうしても曲がるんですよね。このちょっと、こういうふうに。少し多少曲がります。だって腕ってそんなまっすぐ動かすのってそう、至難の技ですよね。だけど曲がったとしても、これぐらい曲がったとしてもそんなに影響はないんですよ。で、問題は駒の近くを弾いてるか、指板の近くを弾いてるか、それともまあ、中央、真ん中あたりを弾いてるかっていうことなんですね。私の今更聞けないバイオリンの常識の中のもっと上手くなるコツっていうところでサウンディングポイントについて触れてるんですけれども、まずメゾフォルテのエリアを弾けるようにした方がいいんですね。でメゾフォルテっていうのは、だいたいこの指板と駒の中央より少し向こう、この辺りです。でここを自分では狙って弾いてるつもりかもしれないけれど、一度ご自分でね、試してもらいたいんですけど、自分がメゾフォルテの場所に置いてると思って弓を置いて、こう楽器を外してこうやって真上から見てみてください。意外にね、真ん中っていうか、駒寄りに弾いてることがほとんどです。なぜなら、目線までこう斜めに行くものなんで、自分が思ってるよりもね、向こう側に置かないと、向こう側っていうのは指板寄りですね。に置かないと、メゾフォルテのところにはね、置けないんですよ。
で、まずこのメゾフォルテの場所で音階練習するといいですね。で、私はメゾフォルテはね、普通の声の大きさだよっていうふうに指導しています。ニュートラルな状態ですね。学校ではメゾフォルテってやや大きくって習いませんか？でもそれってどういうことかなっていう基準が分かりませんよね。なのでね、自分が普通に喋ってる声の大きさがメゾフォルテっていう風にイメージして、それで音階練習をする。その時に左手を見るんじゃないですよ。弓と弦の接点を見てチェックするんですね。で、それで常にここが通れてるかな、メゾフォルテのとこ通れてるかなっていう風にして見て練習するのが一番いいと思います。で、それでこうメゾフォルテのところを維持していくっていう風に練習すると、感覚が身についてくるので、ぜひやってもらえたらなと思います。このサウンディングポイントっていうところを、このサウンディングポイントですね、この場所、ここにするかここにするかっていうのと、あと弓のスピード、それから圧力とか、そういうので音色を変えるっていうことができるので、ぜひね、研究してもらいたいですね。まずはメゾフォルテの場所を弾けるように毎日の基礎練習でやるんですよ。だけれど、こういう私の巻末の中では先見とるな、で、それでその次にデッタ足で降りてくるっていうものがあるんですけど、これはね、実はサンディクモイと同じ場所じゃないんですよ。トレモロとかソティエ、こういう細かいものを弾くときって弓のスピードは少し早めですよね。で、それで圧力はそれほどかけられないですよね。まあ多少ちょっとかけたりはするけど、そうすると駒の近くでは弾けないわけですよ。でもそれに対してデターシェっていうのはべったりして、まあだいたい弓4分の1使う、4分の1っていうのは半分の4分の1、この場所先弓で使って弾くので、この場合はほんのちょっとやっぱり指板寄りで弾くっていうよりはやっぱりちょっと弓真ん中ぐらいになりますよね。同じ場所じゃないですよね。トレモロはこうだけど、デッタ足はこうなってくるので、そうしないと音が鳴らないんですよ。音の粒がね、はっきりしないんですね。だからそういう場面でサウンディングポイントをどこにするか、本当ね、5ミリとかそれぐらいの世界ですよね。1ミリ2ミリとかね。で、音がちゃんと鳴ってるかっていうのが判断基準ですね。で、それで場所を選定していく。で、自分の感覚を育てるんですよ。で、そのうち見なくても分かるようになるっていうのが最終目標ですから、それで毎日基礎練習やってもらえたらなと思います。また何かご質問があったらコメント欄に書き込んでくださいね。今日もこのチャンネルをご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。